マヌエル・ルイス・デ・ロペーラ・アバロスは、スペイン・セビージャ出身の実業家。プロサッカーリーグリーガ・エスパニョーラのレアル・ベティス、元会長、オーナー。2000年には、ベティスのスタジアムが、彼の名を取りエスタディオ・マヌエル・ルイス・デ・ロペーラと、解消された。ベティスへの熱烈な愛情を見せる熱心なオーナーとして、知られる。アトレティコ・マドリード会長だった、ヘススヒルトは不仲で、 過激な発言で注目を集めている。2006年夏、ベティスの主力選手ホアキン・サンチェスのバレンシア CF 遺跡に最後まで抵抗するなど、気象の激しさも見せている。一方で、2007年8月末に、ライバルチームであるセビージャ FC のアントニオ・プエルタが、特発性拡張型心筋症で休止する悲劇が起こり、セビージャ FC 会長のホセ・マリアデルニドとプエルタの、 遺体の埋葬前に、互いの肩を抱き寄せ、普段は激しく対立するクラブ間では、考えられなかったような歩み寄りも見せている。2008から09シーズン、ベティスがセグンダ、西軍ダィビシオン降格となった結果、セビリア市にて4万人規模のデモが発生し、ロペーラ退任を要求するなど、ベティことの関係も微妙なものとなってきている。2010年に、ベティスのオーナー職を離れた。 スポーツナビコラム、神に感謝したいホワキンバレンシア入団会見、スポーツナビコラムプエルタの氏がもたらした継承。ありがとうございます。